今回は竹を使って草木染めをします。まず収穫、根元から切ります。カエルがいました。カエルだけじゃなく虫なども隠れているので気をつけてください。葉は比較的若々しいものを選びます。集め終わりました。今回は葉の実を使用します。ちょっと大変ですが根気よく枝から葉を分けます。分け終わりました。次は葉についた汚れやゴミを洗います。洗ったら不織布に入れます。結びます。不織布に入れると染液を取り出した後こす手間が省けます。90度に熱した湯に葉を入れて染液を煮出します。1時間ほど煮詰めます。1時間経ちました。茶色っぽい染液が抽出できました。染料の出来上がりです。さあ今回染めるコットンの巾着袋です。銅媒染液、鉄媒染液、溶板を使ったアルミ焙煎の3パターンを試しています。今回は先に焙煎してから染色する先焙煎で布を染めます。溶板を布の重さ 15%、 70〜80度の湯に溶かします。布は 65g だったので溶板は 10g ほど入れました。下処理を施してある布を入れます。 2〜30 分優しく混ぜます。草木染めの本などには染色した後焙煎する方法が紹介されていますが、先焙煎の方が綺麗な色に染められるという話を聞いたので今回から先焙煎で染色してみます。時間が経ったら洗い流して固く絞ります。90度に温め直した染料に布を入れます。よく混ぜて布をなじませます。思ったより色が入っていきませんね。このまま一晩染液につけてみることにします。さあどうなってるかな。黄色に染まりました。水で洗い流します。染める前と比べるとよく染まっているのがわかります。目が細かい素材は色素が入りづらいため色も染まりにくいです。焙煎比べで違いがよくわかるようにしたいので追加でコットンの靴下も染めることにします。靴下は一度ゴジル処理をしてあるのでアルミ焙煎に進みます。もう一度竹を煮出します。染料は一度だけでなく色が出なくなるまで煮出すことができます。2回煮出しているのでこの染料は2番液と呼ばれます。1時間くらい煮出しました。
少し薄いですね。基本的に一番液が一番きれいに染められます。さあ、靴下を染めます。2番液も入れてみます。靴下が染まりました。布が染められたので媒染液の準備をします。鉄媒染液と銅媒染液をぬるま湯に溶かします。水の量は布が泳ぐ程度。アルミ媒染をした後に鉄と銅の媒染液につけると、アルミを押しのけて鉄と銅が付着し色が変化します。鉄、銅につけた後アルミにつけても変化はありません。これで媒染液ができました。布を入れ、よく混ぜます。銅にも入れます。あとは好みの色になったら取り出すという感じです。より濃く反応させたい場合は染料に一度戻してまた媒染液につけます。この時鉄と銅が混ざらないように染料を分けて容器に入れておきます。箸も同じものを使うと鉄と銅が混ざってしまうので違うものを使用します。焙煎が終わったら洗い流します。キッチンで流すと鉄と銅でシンクが黒ずんでしまうので野外で行いました。洗ったら乾かして作業は終了です。こんな感じになりました。アルミは黄色、銅は少し緑に、鉄は落ち着いたグレーになりました。アルミ焙煎は少しムラになってしまいました。コットンは染めるのが難しいですね。靴下はゴジル処理を一度しかしていなかったので、それが原因かと思われます。やはり最低2回はゴジルにつける。心配なら3回やってもいいかもしれません。巾着袋はこんな感じ。靴下の方が目がゆったりしてるのでよく染まりましたね。チャンネル登録よろしくお願いします。